青葉城小唄は、仙台城の城下町を基礎に発展した宮城県、仙台市の風景を用いた、青函戦一による、失恋の序上市で、佐藤宗幸によって、伊調長の曲が付けられ、歌謡曲となった。1978年5月5日に、佐藤のメジャーデビュー曲として、シングル発売され、同年6月1日にダークダックスも、シングル発売した。 仙台市、宮城県は、もちろん、東北地方を代表するご当地ソングとみなされており、歌詞にある仙台の画商、森の戸を広めた。東京の企業を脱サラした佐藤宗幸は、地元の宮城県に戻って、1977年4月から、NHKFM 仙台の FM リクエストアワーにおいて、DJ となり、同ラジオ番組内のコーナーで、 リスナーから寄せられた詩に曲をつけて歌を創作していた。同年6月、リスナーだった仙台在住の生還性に血が寄せた詩を元に佐藤が編詩をし5分ほどで当局が誕生した。当局の反響はよく仙台市内で繰り返し流された。そして地元宮城県では佐藤宗幸の曲として定着していった。 その頃、当局は、デモテープの3曲目に入れられて、キングレコードに持ち込まれた。3曲目ながら、ディレクターの赤松義勝ちが気に入るところとなり、レコーディングされることになった。地元で人気とはいえ全国的には、無名の砂糖を宣伝費をかけずに売り出す手法として、赤間は、長年キングレコードの専属で当時ポリドールへ、移籍していた有名。 コーラスグループのダークダックスと共作させることにした。1978年5月5日に佐藤の当局が発売された。佐藤の周辺では3万枚が現実的な目標であったが発売10日で5万枚を超える売り上げとなった。しかし約1ヶ月遅れの6月1日にダークダックスが当局を発売すると当初はダークダックスの方が売り上げが多かった。 同年6月12日に宮城県沖地震が発生すると復興の意を込めて佐藤が生中継で歌い上げたり半年前に完成したばかりの国鉄仙台駅でも特急列車が到着する度に流されたりされるようになるなど佐藤の歌う当局も全国へ発信されるようになったキングレコードも佐藤をプッシュすることにし仙台七夕花火祭りの西公園ステージでは 当局を歌うことになっていたダークダックスに対抗し浴衣を着た宮城学院女子大学生約10人が並ぶ前で佐藤が当局を歌い上げる演出を行ったそして仙台七夕祭り頃から売り上げが逆転した当時は地方の時代という言葉が流行語だったが東京から東北本線特急利用でも4時間以上かかる仙台から発信された当局は 地方発の歌の代表的存在として多くのメディアに紹介され、全国的にも青葉上濃歌は佐藤の曲として定着した。そのため当たり局で佐藤はこの年の第20回日本レコード大賞新人賞第7回 FNS 歌謡祭最優秀新人賞にも選ばれ、さらに第29回 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たした。 1978年1月19日に放送開始された TBS 系列生放送音楽番組ザ・ベスト10には同年8月3日に今週のスポットライトコーナーで初出演。それから約4ヶ月後の12月14日、第9位と当番組で初めて10位以内に入る。翌週の12月21日には最高順位の第8位に上昇。 合計2週間ランクインされた。最終的な売り上げは、佐藤宗幸110万枚、ダークダックス30万枚となり、ダークダックスとしては、ヒットし、損ねた結果になったが、当局が、きっかけとなり、ダークダックスの漫画3こと、佐々木コート、佐藤宗幸が、親類に当たることが分かった。佐藤が、 青葉城恋歌を発売してから約3ヶ月半後の8月21日には、賠償千恵子にカバーされ、賠償のアルバムに収録されて発売された。さらに同年には、秋葉豊とアローナイツ、翌1979年には、新沼健治、大谷正子、石川さゆり、八代明、森正子、フランク長井、五木博和田博と、マヒナスターズと、男性歌手、 女性歌手問わず次々カバーされた。また、1979年には、香港で、関東語バージョンが、1980年には、台湾で、国語バージョンが発売されるなど、中華圏でも早いうちから、次々カバーされた。ところ、ジョージが本作と同じコード進行を用いて、西部園恋歌というパロディソングを作ったこともある。その後も数々のアーティストに、 カバーされ、佐藤のフォークソング、ダークダックスの合唱曲とは、曲調が異なる、ムード歌謡、演歌、R&B、テクノポップ、ジャズ、ヒーリングミュージック、イージーリスニング、ボサノバなどに、アレンジされた楽曲も生まれた。このような過程で当曲は、佐藤や、ダークダックスのファン以外にも浸透していくことになった。佐藤自身も当曲を何度もシングルで再発売し、 佐藤宗幸全曲集や青春花年館など複数のアルバムにも収録しており、現在では夏メロの定番ソングとなっている。仙台で活躍していたシンガーソングライター、佐藤は当局により全国区になり、TBS テレビの桜中学シリーズドラマ2年 B 組、千八先生で主役の伊達千八郎を演じ、 正宗ブームを生んだ NHK 帯河ドラマ独眼竜正宗で長谷倉常長を演じるなど俳優としても活躍することになった。1990年代以降全国的にカラオケボックスが広がるが当局のカラオケビデオでは俳優経験がある佐藤自身が出演している。地元の宮城県では仙台七夕祭り期間になると 祭り会場のアーケード街などで、島倉千代子の七夕踊りやミス仙台とともに当局が繰り返し流されている。また、1988年から JR 仙台駅の在来線ホームにおいて当局をモチーフにした、宮城フィルハーモニー還元楽団演奏の発車メロディが、変わって2016年からは新幹線ホームにおいて当局を編曲した。 仙台フィル演奏の発射メロディが使用されている。2004年プロ野球再編問題の結果、仙台を本拠地として新規参入した東北楽天ゴールデンイーグルスでは応援団が作成したチャンステーマのイントロ部分にも当局が使用されている。その他、仙台市民、宮城県民、または出身者のカラオケでの定番曲となっており、県民か市民かのように扱われ、 歌われている。TBS 系列の2時間ドラマである月曜ゴールデン、医師、炎上寺治む、森本の,の死刑囚、及び、医師、炎上寺治むに、恨みの報酬でも、遠藤康二による、エンディング挿入歌として使われるなど、近年でも、仙台のご当地ソングとして認識され続けている。青葉城本丸の伊達正宗牙増付近から見た森の、との眺望を、 青葉城小唄が生まれたきっかけの NHK 仙台放送局青葉城小唄をカバーしたフランク長井 JR 仙石線青葉通り駅のホームフルキャストスタジアム宮城2005年以降チャンステーマの前奏に青葉城小唄が使われた東日本大震災後にイタリアン地所として使用された後音楽ライブとしては初の使用となった桑田圭介 宮城ライブスへのマーチ。の会場の積水ハイムスーパーアリーナ、JR 仙台駅、新幹線ホームシングル、青葉城恋唄、青葉城恋唄昔聞いたシャンソン青葉城恋唄、岩尾別旅行昔聞いた、シャンソン萌えゆる思い、青葉城恋唄追憶青葉城、恋唄追憶青葉城恋唄、青葉城恋唄岩尾別旅行岩尾別旅行。 青葉城小唄太岩尾別旅城萌えゆる思い青葉城小唄太岩尾別旅城萌えゆる思いアルバム青葉城小遊太1978年発売版青葉城小唄太北の旅眠る女とトークへ行きたい道の区番家人は皆旅人なのさ忘れ言葉棒がつる参加四つに島から北への思い場面1978年6月1日発売版青葉城小唄太あんな男に惚れちまって主な カバーのうち、レコーディングして発売されたものを以下に記す。以下の他に、各歌手の全集ベストアルバム、コンピレーションアルバムなどに収録されている例もある。カバー曲は、歌詞はそのままに、佐藤が作曲した、メロディラインを用いて、伴奏やリズム等を編曲している例がほとんどだが、アマチュアミュージシャンが佐藤とは異なるメロディをつけた。 新切青葉ガジ歌という試みも見られる。また、歌詞をフランス語に訳したカバー曲や中国語で新たに作詞した歌詞を用いたカバー曲も存在する。ありがとうございます。